91歳の誕生日を迎えた袴田巌さんの姉、秀子さん。浜松市中央区にある自宅で支援者から花束やバースデーケーキを受け取り、笑顔を見せました。これまではその去年はね、大変いい年でしてね、最新開始になりましたでしょ。だからとてもいい年でしたの。で、今年はもう裁判が5月に終わるということでね、またいい年になると思う、ね、57年から58年戦っておりますのでね、今まではそんな長いと思わなかったけど、ここ半年に来てバカに長いような気がするのよね。やっぱりね、裁判はね、早く終わらせていただきたいと思う。今日は弟の巌さんからもピンク色の熊のぬいぐるみがプレゼントされました。姉ということでね、戦いにおいては姉は味方なんだから、頑張ってもらいたいんだね。1966年に旧清水市で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん。秀子さんは弟の無実を訴え、半世紀以上にわたり戦ってきました。やり直しの裁判は去年10月に始まり、姉の秀子さんは裁判への出廷を免除されている袴田さんの補佐人として毎回裁判に出席しています。その裁判は今年の夏ごろにも判決が出る見通しです。91歳というか、91歳になっちゃったと、知らない間になっちゃったと。だから裁判が終わるまではね、91だろうが92だろうが頑張っていく。